どうも、西根正樹です。さて、特別ビッグゲストが来てますね。はい、の、お友達である俳優であるおむすびくんです。ありがとうございます。おむすびで、おむすびと申します。よろしくお願いします。どうもどうも。 YouTube 始められたみたいで。そうなんです、最近 YouTube 始めまして、全然再生数回ってないですけど大丈夫ですか。私登録者数今50人でございます。ぜひ、西田正樹の力をこちらにお貸しください。いや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 、で、はい、今日おむすびちゃんを、おむちゃんを読んで、ありがとうございます。はい、何をやるかと言いますと、はいはい、ね、見たら分かりますか、この回転寿司。もうワク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 しております、はい、ありがとうございます。ここはくら寿司、くら寿司さん、高田の馬場さん、馬場店さんにですね、はい、お世話になっております。ご協力いただきまして、お世話になっております。はい、某テレビ局で、はい、某企画をやられてると思うんですけど、それに似たような企画を、某曲の某企画です。そうですね、はいはい、1位から10位を当てましょうという、はいはい、当てないと企画できないやつですね、帰れませんよっていう企画を、まあ簡単に言うと丸パクリしていこうと思っておりまして、はいはい、ただ、はい、そこと、まあ、ちょっとエッジを聞かせたいので。なるほど、はい、おむちゃん、はい、さっきも聞きましたけど、嫌いな数字は1から10のうち、はい、何番ですか。僕は6番。6番ですね、はい、まあ、6番の数字を当てた人が、はい、ここのお会計を払っていただきます。なるほど、分かりました、はいはい、なので、僕の方からスタッフに入ってるかどうかは聞きますけど、はい、1位から10位の中に。なるほど、はいはい、でも何位かっていうのは、全部出揃ってから教えてもらうと。なるほど、分かりました。これは何位ですかとかって聞くんじゃなくて、この、トップ10の中に入ってますか。なるほど、なるほど、はい、分かりました。じゃないと6位を当てた瞬間モチベーション下がるでしょ。なんで僕を指すんですか。なんで僕を指すんですか。もしかしたら2、3、6位当てるかもしれない。それは俺もモチベーションが下がるので。そうですね、はい、分かりました、はい、やめたくなるので。そうですね、その段階で。そうそうそう、意欲なくなるので。やればやるほどお会計が高くなるのが分かる。そうそう、もう延長かになるから。はい、分かりました。なので、はい、最後までわからない、どっちがお支払いか。なるほど、わかるのは、うちのスタッフのみ。わかりました。はい、で、もう一個違うのはですね、はい、某テレビ局さんは一皿をシェアするじゃないですか。そうですね、はい、そうじゃないです。一皿ずついくんです。このご時世やっぱシェアはやっぱコロナなんで、あ、シェアはしない方がいい。そうそうそう、なるほど、はい、で、トムちゃんの、はい、今日カメラマンをしてくれている、してくれてる、俳優の室田さん。室田さん、はい、は、僕のヘルプで使います。ちょっと待ってください。彼は僕レベルに大食いなんですけど、室田さんはなかなかのこう、はい、いい体格をなさってるじゃないですか。今130、120キロ、うん、はい、かなり大食いなん で僕は今日、この企画を聞いて僕のヘルプで連れてきたんですけど、俺20巻まず無理やねん。企画倒れ、ちょっと兄さん。企画倒れじゃない。それはないですよ。せめて、じゃ、俺はほんまストレート狙いでいきましょうよ。いや、ストレートだとしても20巻だから。そこはまず食べきりましょうよ。いや、多分それからヘルプで。いや、頑張るけど。はい、やるだけやるけど。そこからヘルプでですか。せめて、そこはまずストレート狙いましょうよ。まあ、とりあえず、はい、じゃあ。あ、なるほど。じゃあ企画いきますか。企画いきましょう。じゃあ企画スタート。じゃあ、はい、先どうぞ。トップで、お、僕でいいんですか。うん、すいません、ありがとうございます。これでもあれじゃないですか、おすすめとかに入ってたりするんじゃないですか。だからさ、要はくら寿司さんのトップ10やから、今回高田の馬場店のトップ10で。あ、高田の馬場店、ほら、だから兄さん学生も多いんで、ちょっと皆さん、だったらうどんやって、高いネタはいかないと思うんですよ。いきなり一品目を行くんすか。寿司屋それ。違う違う、だから寿司行かしてください。学生ってさ、要は腹減ってるわけやから。減ってますよ、減ってますよ。だからうどんとかさ、ラーメンとかあるやろ、こういうとこって。ありますあります、絶対そういうのやって。もうまあ任すけど、一品目は寿司食わしてください。いや、好きにして。一品目は、うん、俺は言っとくけど、うどん行くで。じゃあ行かないですよ。じゃあ俺うどん行かないです。僕サーモンは入ってると思うんですけど、サーモンっていっぱいあるやろ。ただそうなんですよ、普通のやつ。わ、トロサーモンかな。いや、普通のサーモンいきます。いいよ、はい、それ2貫いって。2貫じゃない、2皿か。2皿で、はい、シャリハーフやわ。
ハーフがあるんやからハーフにするんすか兄さん。だから兄さんでもないし、年やし。年は上ですけど、キャリアも芸歴もそちら上ですから。いやいや、バカ言うな。じゃあハーフにしますよ、うん、はい、じゃあ注文します。さあさらということで、1品目、サーモンにしました。ノーマルのサーモンになりました、はい、じゃあ次俺が選んどくわ。そうですね、はい、見て、稲丼とかあるの。いや、高田のババですね。じゃあでもこれ一皿食ったらこっちの方が安い。高田のババですよ。ここが例えば銀座店とかやったら多分あると思うんですけど、高田のババ店はないですよ。待って待って、マジでここまで入ってきたらやばいよ。うなぎって、ちょ麺と牛丼ランチとかもあるの。寿司食いに来て牛丼食いますだって780円やね。誰がそんな高いの出すの。兄さん、こお寿司屋さんですよ。握りランチ580円、これちゃうセットいきます。ランチメニュー入ってるんですか。そうですよね、ランチメニューは入ってないです。ランチメニューはベストテニューは入ってない。入ってない。そこまで教えてくれるんや、優しい。よし、わかった。あ、なんでしょう。ポテト、はい、ポテトフライ。兄さん、お寿司屋さんですよ。だから学生は油もん食べるやん。寿司食いに来てですか。ちょうど、マクド行くでしょう。新来たよ。あ、来ました。とりあえず来た。来ました、ありがとうございます。これさ、これ醤油どこ。醤油とかどこなんですか。醤油こっちか。あ、こっちですね。あ、そんな、すげえ。こんなシステムね。マグロ釣るから、はい、マグロ釣るから。あ、そうですね、はい、うん、そうですね、うん、世界のマグロを釣るから。マグロ行くわ。ノーマルですか。何が。ノーマルのマグロ、普通の赤身のマグロ。そう、わかりました。じゃあこれとりあえず食べましょうか。じゃあわかりました。いただきます。いただきます。いただきます。食べ終わってからですか、判定は。そう、はい。シャリちっちゃいな。ハーペン、ちょうどいいよ。はい、早いわ。サーモン美味しいな。美味しい。サーモンは、はい、ベスト10の中に入ってますか。入ってます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こういう無難なのが入るってこと。高田のババはですよ、学生の多い町です、兄さん。ここなのでちょっとまあ若干こう、なんでしょうね、若者よりというか、胃袋と味覚が。だから揚げ物や、フライドポテト。ただお寿司を食べに来て、唐揚げもあって。唐揚げは俺大好きやから。いや、兄さんの好きなもん頼んでっていうゲームじゃないですよ。そう違うんですよ。これは若者に、うん、あの需要のあるメニューを選びましょう。で、さっきこれですよね、兄さん。そう、熟成マグロ。はい、極み熟成マグロ、うんうん、これ確かにでも入ってそうっすよね。やろ。はい、入ってると思います。あ、マグロは入ってるって。日本人マグロどんなか好きか。いや、これはね、僕も、反対の理由はないです。やろ。はい、これは、うん、これは入ってると思います。で、隣のこのハマチも入ってるんじゃないですか。ハマチ言っていいですか。ハマチのシャリハーブですね、うん、みかん、うん、僕じゃあ、ハマチにします。ハマチね。ハマチです。はい、いや、今くんのがマグロとハマチね。そうです、はい。じゃあ次俺やな。そうです。このペースでいったらもうすぐ遊べられるんです。当てれるんじゃないですか。いやいや、入ってればね。これマグロは入ってる。これは入ってるでしょ。ハマチはないと思う。ハマチ入ってますって。エビ、めっちゃハマチ食うの早いけど。ハマチ早っ。ハマチ早っ。ちょっと待って。だから、あれも、もうええわ、もう分かった。天ぷら、ちょっと、兄さん、押した。今何押しました。唐揚げ。兄さん絶対入ってる、まあ、とりあえず、さっきこれ食べよう。あ、だね、あ、唐揚げは絶対入ってる。マジか、うん、思い出して、学生の頃
揚げ物好きやったやろ。いや好きでしたけど、いただきます。いただきます。うん、うまい。マグロ、あ、おいしい。てか俺人生で初めてなんかシャリハーフ食べてるな。いいよ。あ、マグロおいしい、うん、じゃあマグロ熟成、はい、マグロ、はい、入ってますよね。入ってます。2連勝、2連勝。これは、はい、ハイペースですね。問題の問題じゃないです、これ入ってますわ、ハマチ。問題のハマチ。問題でも何でもです、これ入ってますよ。 20代全員食べますから。俺20代の時ハマチなんか食らわなかったです。今の子たち食べるんですよ、ほんまに。はい、あ、でも、うん、美味しい、美味しい。ハマチトップ10入ってますか。入ってます。おー、ほら兄さん、兄さん、ほらマジで。そうなんですよ、これは入ってますよ、ハマチが。だから唐揚げは入ってないですよ、兄さん。入ってる。僕の味覚とお財布は高田の馬場なんですよ、うん、はい。兄さんの味覚とお財布事情は銀座なんですよ。違う違う、せめて六本木だから港区なんですよ、うん、僕は新宿区なんですよ、うん、ちょっと考えてくださいね。なるほど、今後、うんうん、はい、ほら来た、これだけ多いな、多いな、来た、多いな。うん、おいしい。あ、うまい、うまいやろ、入ってるって。いやこの唐揚げのジャッジ聞きたいわ。あの、せめてこれはもう自己責任です。これは食べた分は顔してるから。あ、そう、うん、違う、はいはい、早いと言います。早い、早いと言います。早い、早い、食べた、いつも室田さんこれ食べて。違う、早い、次のやつ決めてよ。唐揚げ入ってますか。入ってません。お、ん、入ってません。マジません。兄さん、兄さん、ミニコロの方やった